広島カープ塾始めます。今日はですね、一軍に上がって、まあ、試合にはそれなりに起用されてるんですが、ちょっとカープ評価辛いかなと、末包選手に対して。ああ、末包翔太さん、この話は塾長、私弟子ですけども、弟子にとしてもですね、末包選手の扱いについて塾長と話をしたいと思っていたんですけども、なんていうんですかね、末包選手の起用がすごくこう、すごく限定的とか、出しててもすぐ下げられてしまいますし、結果出してるんですよね。なんか不思議な感じがするんですけど、どうでしょうか、上司。そうなんですよ、まあ、ファームで結果も出して、まあ、これはこの起用を見ると、こう、二軍監督相当推挙してったと思う。そうでしょうね、ですよ。それは当然、まあ、末包先生が大阪ガスという、まあ当然大学から社会人なんで、結果出してて二軍にいる、その腐り出すと周りへのマイナスの波及の怖さも好感と知ってるはずなんですね。ありますね。それもありますね。なので、結果は出てる、練習もしてる、その上での結果なので、一軍には押してったはずなんですね。まあ当然一軍側もマクグルーブの状態の悪さっていう右の長距離砲を、まあ使えない状態でしたので、そうですね。だから、まあ当然受け入れやすかった。ですが、起用を見ると、なんで使わ、もっと使ってあげない、3年生も黙って、末包選手に4番でも3番でもいいんですけども、そういった打順で、もうずっとスタメン的に使えばいいと思うんですけどね。まあ、使っていいと思うんですよ。もう5番、6番で使っていいと思うんですよ。まあ、特に、守備でエラーが出れば交代はあると思うんですが、守備で今エラーないんですね。そうですね。だから、要は、で、末包選手はカープのドラフトで取ったのは、まあ、打撃は当然な面があるんですが、守備走塁中村健人なんですね。そうですよね。まあ、要は打撃長打で末包で、走力守備は中村健人はできなきゃ一軍いけないんですが、末包はそれで一軍の評価はない、必要ないんですね。カーブはそれでドラフトで取って。守備でエラーしてもしすぐ交代だったら新井貴浩選手なんかもっとひどかったですけどね。エラーばっかり使えなくなっちゃうんですよ。まあそういう面では社会人でそういう形で2人も同時期に取ってなきゃわからないんですが、同時期にその選手を2人カープは取ったんですね。そうですね、中村健と末包って、はいはい、だから、ね、明らかにそこは色分けして取ってるわけですね。そうですね。要は出塁、まあ、どちらかというと、牧みたいに出塁、まあ、牧は長打が打ってますけど、まあ、どちらかというと、まあ、ツーベースぐらい、シングルツーベースで、総力守備で貢献してもらいたい中村健人。それよりも三振も多いし、打率2割7分ぐらいかもしれないけど、ホームラン20本ぐらい、30本ぐらい打てる末包、ね。まあ、守りはちょっと目をつぶる面があるよと。まあ、ちょっとスマートな守りではないけれど、それなりに守れる守備ですと。そうですね。いうことで取ってる選手なんですよね。なので、一軍に上げた理由に、趣味ができる、できないは関係ないんですよ。打たないがメインでして、で、打ってるわけですね。二軍でも一軍に、で、末包選手はもう一つ、中村健人と違うな。中村健人は、1、2、3番タイプで、出塁率優先のはずなんです。そうですね。カープの優先は。で、末包は打点優先なんです。で、この交流戦の後の休み時もですね、イースタンが、ベスタンの試合とか、試合があっ
って、まあ、そこ末金選手出てるんですよ。4番、3番でですね。まあ、結果も出してるんですよね。出してるんですよ。で、一軍でも打点取ってるんですね。そうですよね。だから、打点を取る末金選手なので、はい、出塁率とかヒットの数って、あんまり関係はするんですが、関係ないんですね、優先順位。中村健人の一軍とは違うので。林琴太選手も3番末金選手、4番林選手と2軍の試合出てるんですけど、ソフトバンク6月22日ですね。いやもう明らかに数字は末金選手はいいですね。3打数1安打、林選手が5打数1安打ということなので、まあ、もし末金選手にでも左ピッチャーでもどんどん使えばいいと思うんですけどね。使っていいと思うんですよ。なぜかというと、林が2割ちょっとしか1軍でも打ててない上に、長打がないんですよ。ホームランの問題ではなくて、ツーベースすら打ててない。そうですよね。で、末金はほぼ長打がある。そうですね。1軍に上がって、なんかすごい看板でやったホームランだったじゃないですか、林選手。ありましたね。あれしかないんですよね。あれしかないんですよ。で、大ファールも含めてあれしかないんです。末金はファールも含めてはあんな数じゃ済まないんですね。ファールも含めては。やっぱり飛んでるんですよ。そうですよね。これは一軍ベンチにしてみたら、林を使う理由は分かりますよ。まあ、使わない理由もなくて、林を使うっていうのはあるんですが、末金の今の状態であれば、末金なんですよね、優先順位は。まあ、6月25日時点ですけども、末金選手の OPS 1.3 ですよ。つまり、130。ですよ。はい。で、出塁率が、1300ですね。出塁率が 0.5 割です。で、長打率が8割ですよ。0.8 ですね。達して、OPS 1.3 なんですよ。とんでもなく貢献度高いんですけどね。高いんですよ。だから、今の、まあ、木山のに、まあ、当然、疲労から来てるであろうスイングの鈍さ。はい、まあ、打率の急降下、まあ、当然菊池涼介も打撃の急降下、打率の急降下はある2人、まあ、ベテラン2人なんですよ。で、これを見れば、まあ、正直言えば、まあ、その、まあ、まあ当然マークグルーブがいないんで、マークグルーブはいない、秋山の状態が悪いんだったら、別に林が使いたいなら林ファーストでいいですよ。マークグルーブいないんだから。ああ、そうですよね。で、逆に言うと、まあ西川でも野間でもいいですけど、まあどちらかがセンターで秋山を下げて、それで末金がライトかレフトを守れば埋まるんですよ。だから、使いたい選手であろう若手二人はそれで埋まるんです。そうなんですよ。で、今の起用の仕方をしたいんであれば、末金は一試合持ちませんってベンチが判断してる節があるんであれば、秋山を途中から使えばいいです。秋山が1試合休んでくれなんて言う必要はないの で守備が、まあ、末金の守備が不安なんでしょうと、この起用を見ると。だったら秋山を守備固め、兼5回から、まあ、もしくは6回から使えばいいだけの話ですよ。そうは言ったって3打席回ってきますからね、通常の得点の、まあ、打数で言うと、だいたい4打席、まあ、多くて5打席回ってくる、3番で起用してれば5打席は回ってくる可能性が高い、というか5打席回らないとなかなか勝てるゲームになってない打席数とも言える試合数、試合なので、4打席で勝てるほど、投手戦
は、珍しかったりするので。そうですね。そうすると、まあ、3打席末金、2打席秋山は回るわけですよね。1打席であるわけはないわけですので。これはなんで使わない、あの、辛いですよね。鈴木誠也選手なんかも1年目は17試合しか出ないんですけど、2年目36、68打席、3年目97、238打席、4年目から、まあ、爆発的に129になってるんですけども、3年目の97とか2年目の36打席も、結局、大体は2年目が3割4分4厘ですよ。で、長打率5割と、2年目は2割7分5厘で長打率は4割と、で、まあ、OPS2 年目は882、で、3年目は742と、大きく育てるためにちょっと我慢してるんですかね。我慢。3年目とかもっと使ってもいいですよね、本命で。もっと使ってはいいとは思いますけど。あえて3年、4年目に爆発させる鈴木選手。まあ、これはね、新井監督いましたので、現役に。で、バティスタがいましたので、外野埋まってたんですよね。あと、松山が守れてたので、あの、結局、ファーストに、結局、新井監督、あと、エルドレッドがいて、レフトにバティスタ、松山、でしたので、うん、鈴木誠也の場所はなかったんですよ、ね。まあ、ショートだから使ってましたよね。まあ、入団はショート、まあ、ピッチャーからショートでしたので、それから外野なんですが、まあ、外野も丸がいて、で、ドラフトで野間を取った影響もあって、野間を中心に使って、ていく節もありましたので、だから鈴木誠也よりも野間を使う形を取りましたので、うん、なんかそれと似てるんですかね。まあでも今いないんですよね、その外野に。まあ今中村健人が使えてる状態ではない。要はあの時は、バティスタと、まあ、松山、当然ルーキー野間、2年目野間っていうのがいて、これが中心。そうなんですよ。中村健人のことで言うと、もう2軍でもほぼ出てないですね。もう打ててないですから、要は今外野で言うと、実績があるのま西川秋山なので、要はルーキー枠、鈴木誠也の時のルーキー、まあ、若手枠に野間がいて、バチスタがいてっていうのとは違うんですね。そうですよね。枠自体は今空いてるんですよ。なぜかというと、初期は内野、セカンドで、ニラさんも内野ですよね。ファースト、セカンド、ショート。で、林もファースト、サード。なので、今、カープの若手枠で競ってんのって、みんな内野なんですね。そうですよね。外野は、今、状態で言うと、末金一本なんですよ。要は、それは若手枠というかもう中堅枠ですので。そうですね、その選手はちょっと世代が違いますね。ちょっとそれはもうちょいやってって話なんですね、うん、あのそうですね、打者としても走者としても守備としてもやってっていう聖火の上のランク、うん、はい、になりますので、末金と争う外野って実は末金しかいない。今二軍なんですね、全員が。木下にして、まあ、まだ育成で木下だとか、名前が、まあ、怪我しちゃってるけど、中村翔成とか、みんな、その、あの、戦う相手みんな二軍で結果が出てない状態なんですね、中村健太とか。そうなんですよね。なので、若手枠で言ったって、末金は1枠持って、ずっと出れるはずなんですよ。そうですね。なんでかなという不思議な感じがしますね。現状がね、カープが、
まあ、新井監督の起用で言えば、なんとか、まあ、5割をキープ。まあ、できれば貯金5ぐらいを目指しながら、5あれば、クライマックスは戦える。まあ、戦えるかいけるでしょうと。で、まあ、上位も目指せる、貯金数って分かってた試合を、何度もやってはいるんですが、で、若手育成枠は内野については、入れながら、やってるんですけど、この末金に関しては、この結果の割には、チャンスが少ないんですよね。変えちゃうんですよね、途中で。いや、もう一打席いいんじゃない？いや、なんでやったら外野って飛んでこないでしょ。うん。そうなんですよ。そういう意味ではその通りなんですよね。まあ、確かに大瀬良はね、ボールが飛んでくる。コルニエルも飛んでくる。まあ、あとの若手も飛んでくるんですが、はい、実は、まあ、外野四球アウトの数で言うと、うん、栗、床田、森下は、ほぼ内野ゴロが三振なピッチャーなので、確率6パス、そうですよね。と、外野でライトだろうが、センターだろうが、レフトだろうが、末金がボールを取る機会って4回か5回しかないぐらいなはずなん、ね、外野で守ってたところで。で、特に栗床田の防御率を見たら、どうは飛んでこないですよ。まあ、それだって失点はホームランですから、ホームランってことは外野の守備は関係ない。はい、ホームラン失点数で言うと、まあ、クリの失点数で言うと、正解の守備は、はい、関係ないことになるんですね、ホームラン失点。そうすると、そうですね、オースター・コルニエル若手が投げる時以外に、クリ、トコダ、森下に関しては、もう、末金で問題がないんですね。そうなんですよ。だそれが意味で不思議なんですよね。で、なおかつ松山を使ったりするわけだったら、松山の守備より末金の方がマシなんですね。身長差を考えて。間違いなくそうでしょうね。はい、そうでしょうね。はい、で、あとは、年齢による運動神経も末金やっぱり、まあ、外野守れてライト守ってるぐらい、レフトじゃなくてライト守ってるぐらいなので、はい、やっぱり松山より運動神経は年齢上から見て優れてるわけですね。まあ、しょうがないっていうか、そりゃそうですよね。今の現状は。まあ、それどう見てもそうですよ。しょうがないですよ。松山が入団した頃の守備のあの反応と末金を比べると、末金が大きい分どんくさく見える。ことは否定しませんが、今比べなきゃいけないのは、今の松山と末金を比べることなので。まあ、もともと、社会人とか大学の時ですかね、守備固めでも使えちゃうような選手なんですね。そうですね。しかも、東洋大学の守備固めなんですよね。相当うまいと思うんですよね。なので、ここを、こんなに使わない、まあ、結果がね、本当に出てなければいいんですが、これだけ結果を出して、カープの、まあ、打点の数で見たら、取れてないんですよ。そうですね。得点圏の人数に対しての得点率はカープ高くないんですね。そうですね。まあ、当然これはホームランが少ない。まあ当然、マクグルーブ、デビッドソン、両方とも、まあ、マクグルーブは不審だったり、デビッドソンは怪我でファームっていう、この、ちょうどり全部いなかったんですよね。もう西川ダウリーでしたので、これから見たって得点圏の得点って少ないんですね。そうですよね。これを見て、ちゃんと打点取ってくれてるわけですよ。そうですね。で、西武のね、2-0 のゲームだって、あれ、まあ、末金のホームランがなければ、うん。多分、ホームラン打ってないでしょ。はい。堂林選手打ってなかったかも、可能性結構高いと思います、ね。2-0 じゃなくて、あのまま0-0で、どっちが1点取ったのって試合展開になりかねなかった。そうですよね。その結
ターを出した選手を使わなくなって、使わないんです。不思議ですよね。で、まあ、下手すると試合も使わないケースなんですよね。あります。出してくださいよと。まあ、いや、あの、スター、まあ、キャップ譲って、まあ、スタメンはいろんな考え方があって、使わないケースはあっても、代打ぐらいは使えるでしょ、ピッチャー交代して。セリーグは DH ではないですから。なんとなく場所、とりあえず経験ためで、まあ、あんまり、そうなんですよ、モチベーションが上がらない場面での代打の起用の仕方なんですよね。とりあえずここかな、はい、みたいな。何か不思議ですね、なんかこう、せっかく清官選手が、ものすごいモチベーションとやる気で、チームに活気を与えてやるぞって一軍に来た、している状態を、どうもこの選手に対してだけ冷や水を、まあ、なんか家族がはないんですよね。なんかね、末金選手だけちょっと起用が冷たいなっていう、もう1打席与えてもとか、この試合は全然、あの、まあ、要は試合終了までいて、ちゃんと試合終了後のハイタッチにいていいかなとか。そうですね。まあ、今年は新井富士体制なら、あっていいかなと思うことだけに、ちょっと消せない。はい、わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼します。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。